こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、縄文時代の埋葬方法について解説していくぜ。現在の日本ではほとんどが火葬した後に埋葬しているけど、縄文時代や弥生時代は土葬だったんだよね。まだ仏教のような宗教がなかった縄文時代や弥生時代にも、亡くなった人を埋葬する習慣はすでにあった。しかしその方法には、違いがあったんだぜ。一体どんな違いなのかしら。この動画を見れば、ヤバすぎる縄文時代の埋葬方法がわかるぜ。どんな感じなんだろう。それではゆっくりしていってねー。縄文時代とは、日本列島における時代区分の一つだ。旧石器時代の後にあたり、世界史では中石器時代は新石器時代に相当する時代だぜ。旧石器時代と縄文時代の違いは何なのかしら。土器と弓矢の使用、磨製石器の発達、定住化の始まりと縦穴建物の普及、環状集落等の定住集落や貝塚の形成、植物栽培の始まりなどが挙げられる。四季と周期とについては多くの議論があり、四季に関しては一般的に16000プラスマイナス850年前と考えられているようだぜ。なるほどね。諸説あるが、周期は概ね約3000年前とされている。地質年代では更新世末期から間新世にかけて日本列島で発展した時代であり、周期について地域差が大きいものの、定型的な水田稲作や金属器の使用を特徴とする弥生文化の登場を契機としているんだ。その年代については紀元前数世紀から紀元前10世紀頃までと多くの議論がある。遅くとも後期には稲作が開始されていたと考えられるが、多様な生業の一つにとどまっていたようだぜ。そこは稲作に特化した弥生時代とは異なるんだね。また沖縄県では、貝塚時代前期に区分される。次の時代は同地域では貝塚時代後期となり、貝塚文化と呼ばれている。東北北部から北海道では他地域に弥生文化が登場した後も縄文時代の生活様式が継承されたため、縄文時代の次の時代を俗縄文時代と呼んでいるぜ。縄文時代にも、様々な区分があるんだね。文化人類学や考古学では屈葬、伸展葬のことを、埋葬の際に死者に手足を折り曲げた姿勢を取らせた方法、または、そのような埋葬の状態を言うんだ。尊葬という人もいる。状態が寝ていて背を下にした、つまり仰向けの屈葬を行が屈葬。横腹を下にした形を王が屈葬、腹を下にした形を負が屈葬というぜ。状態を立てた形もあるよね。その場合は、在屈葬というんだ。屈葬の程度にも膝頭が胸に密着する姿勢もあれば、伸展葬という割には膝が曲がっていて伸展葬を意識した埋葬の方法をとっていないものまで様々だぜ。埋葬の姿勢のみでは定義しきれない部分もあるってことだね。屈葬を行った理由としては、墓穴を掘る労力の節約、休息の姿勢、胎児の姿を真似ることによる再生を祈る、死者の霊が生者へ災いを及ぼすのを防ぐため、など様々な説がある。近年まで日本で行われていた座間による土葬も、屈葬の一種なんだぜ。ふーん、そうなんだね。縄文時代は、穴を掘って直接遺体を土葬する形で埋葬していた。屈葬は穴を掘ったところにまるで体育座りをしているように手足を曲げて、体を丸めた形で埋葬するんだ。体の向きには特に決まりはなく、上を向いていたりうつ伏せになっていたり、横向きのものや正座をしたりあぐらをかいているような向きのものもあるんだぜ。子供から大人まで、同じだったのかな？子供は亀の中に体を曲げた形で収める、亀棺墓という墓から見つかることがあるんだ。埋葬場所は住居跡近くが多く、特に東日本の環状集落跡には環状に並ぶ住居の真ん中付近に埋葬された跡が見つかることが多いことから、当時は死者と日常生活が身近だったようだな。ところで、屈葬は日本特有だったのかしら？日本の他はアフリカとオセアニアの一部で見られるくらいで、その他の地域ではあまり見られない埋葬方法だぜ。へえ、珍しい方法なんだね。当時は土葬だったので、現在のように棺に納めず直接地面に穴を掘って遺体を埋葬していた。そのため、遺体を伸ばすよりも曲げた形で埋葬した方がコンパクトな穴で済むという点で、屈葬は理にかなった方法だったように思われているんだ。確かにね。そしてその体を丸めた姿は、まるで胎児がお母さんのお腹にいるのと同じような格好なんだぜ。死者が再び生まれ変わることを願って、そのような姿勢で埋葬したのかもしれないわね。ああ、そのような説もあるようだ。確かに人は皆この姿勢から生まれてきたことを考えると、本能的に安らかな気持ちになるような姿勢なのかもしれないな。そのため死者が安らかに眠ることを願ってこのような姿勢にしているという説もある。
また、縄文時代の人々はこのような格好で普段から眠っていたのではという説もあるぜ。いろんな説があるけど、本当のところはわからないってわけね。ところが、現在有力になっている説は少し違うんだ。むしろ逆の考え方で、当時の人は死者に悪い霊が乗り移って浮遊し、生きている人を襲ったり災いを起こすことがあると信じていた。それを恐れた人たちが、遺体を折り曲げて埋葬することによって死者の魂の浮遊を防いだのではと考えられているんだぜ。その根拠は何なのかしら？その根拠として、掘葬されている遺体の中には重しとして石を抱いているものや、縛り付けられているものが見られるんだ。生まれ変わりを願ったり安らかに眠ることを願っていたのならば、重しい石を置いたり縛り付けることは考えにくいよな。また、当時は当然医療などはなかったので、お母さんのお腹の中で胎児がどのような姿勢でいるかを知る術はなかったはずだぜ。そうか。母体を再現するというのは不可能なわけだ。ただ落ち着いて眠らせることで、魂を浮遊させないようにしたというように考えることは可能だぜ。それなら納得のいく説だね。子供が亡くなると、普段使っている土器の中に遺体を入れ埋葬したようで、三内丸山遺跡ではこれまでに800以上の子供の墓が見つかっている。子供の墓は住居の入り口や、外の場合でも住居のすぐそばに作られていたようだぜ。土器に入れられるということは、まだ小さな子供だったのかな。土器の大きさから考えると、亡くなったのは1歳くらいの子供だったと考えられているぜ。子供でも大人でも、亡くなった人を身近に手厚く葬っていたんだね。関東地方に多い環状集落では村の中心の広場が墓地になっていて、ここでお祭りも行われていた。死んだ人たちの魂が村を守ってくれると思ったのかもしれないな。しかし、縄文時代後期になると村から離れたところに墓地を作ることが増えていったぜ。それはどんなお墓なの？東北地方では、直径40メートルを超える大きなドーナツ型に、石を集めたり建てたりしてお墓を並べた環状列石という大きな墓地が作られた。環状列石は、いくつもの村が共同で使う墓地だと考えられている。環状列石には、祭りを行っていたような場所も作られている。また北海道では、周庭墓という大きなドーナツ型の共同墓地が見られるが、石ではなく土を盛り上げた土手でドーナツ型を作り、その内側に多くの人々を埋葬していたようだぜ。でも、どうしてそんなにも大きな墓地を作ったんだろう。縄文時代後期には地球がまた少し寒くなり、生きていくのが大変で人口が減っていった。そんな時には、助け合って生きていかなくてはならないよな。一緒にお墓を作ったりお葬式をしたりすることによって、つながりを深めていたのではないかと考えられているぜ。大きなお墓は、強い絆の表れなのかもしれないね。環状列石の形成をめぐって認められた明瞭な結界の形成。区画の特別化について言えば、その主要な目的が住居群と中央広場から中央墓地。日常空間と非日常空間、生者の世界と死者の世界のさらなる節然とした区別にあり、またそのことによる中央広場の儀礼的性格の一層の強化にあった可能性は極めて強いんだ。ふむふむ。もしそうであれば、中央広場に墓地を持つ環状集落から集落内環状列石、さらには集落外環状列石の形成へと至る一連の動きこそ、縄文社会をめぐる祖先祭祀の工事化の過程そのものに他ならない。とりわけ後期を中心とする大規模な集落外環状列石の形成は、縄文時代における祖先祭祀の一つの完成された姿。それを祀るために家具、飲食士、神話、伝承を再現する最高のステージとして位置づけることが可能なんだぜ。ほほう。お祭りでは、どんなアイテムが使われていたのかしら。大野遺跡では、環状列石の周囲より縄文時代の醸造具とも太鼓とも言われる人面装飾月有効つばつき土器や、屋外埋設土器など、祭祀性を色濃く漂わせる遺構、遺物が発見されているんだ。さらに19号住居では岐阜県美濃地方の土器を用いた乳幼児亀館が検出され、通婚権を超えた他地域からの女性婚入者である母親の存在を浮き彫りにしているぜ。いろんな地域からお嫁に来ていたということだね。しかし、環状列石を舞台にした祖先祭祀を考える上で特に注目されるのは、環状集落、集落内環状列石、集落外環状列石の三者に共通して認められる。中央墓地や列石を取り囲むように外縁部に特徴的な分布を見せる掘立て柱建物群の存在だ。この中には、小型の4本中霊を中心に高床式などの蔵が含まれていた可能性が想定されるぜ。墓地という非日常的な空間に、高蔵が群集するのはなぜなんだろう？蔵が収納された国霊を祀るための祭場でもあるという、伝統的な観念が存在しているようだ。
縄文時代でも環状集落中央の広場は重要な祖先祭祀の場であり、葬送の場であったからこそ、その外苑に埋葬儀礼関連施設と並んで祖霊によって守護されるべき蔵が建てられ、全体として重要な共同祭儀の場を形作っていた可能性が強い。しかも、こうした蔵と祖先祭祀との密接な結びつきは、環状列石にも明確に受け継がれている。祖先祭祀の工事家という事情を考慮に入れるならば、むしろその儀礼的意味合いは飛躍的に高められていたと見ることができるんだぜ。縄文時代の墓地には、様々な思いや伝統が取り入れられていたんだね。従来、環状列石内には関連する集団の構成員全てが平等に埋葬されると考えられてきた。しかし、大野遺跡の集落内環状列石を例にとれば、列石内に残された土坑墓の総数は多く見積もっても100基ほどであり、地域共同体の一時期の構成員数にも遠く及ばない。後期の大規模な集落外環状列石でも事情は同様で、一集落という枠組みを超えた埋葬行為が想定される西大石の環状集落でも、確認された土坑墓だけでは該当する集団の構成員を、数世代にわたって収容することは到底困難であることが指摘されているんだ。環状列石は単なる集団墓ではなく、すべての構成員が葬られることのない不平等な墓ってこと？ああ。階層的な性格を帯びた特定集団墓であったと見るのが妥当であり、しかもその方が環状集落の中央墓地の中に見出される。環状集落の成功期である中期後半期は、各種の経済的、社会的な不均等と合わせて、集落を構成する家族の個別化、自立化が顕在化する時期としても知られているんだ。集落内環状列石は、矛盾や緊張が最も先鋭化する中部、関東の一角に登場しているぜ。まるで時代のダイナミックな動きに呼応しているかのようだね。縄文時代の墓は一般的に地面に穴を掘って埋葬したものが多いが、縄文時代後期前半には特殊な埋葬方法が現れたんだ。それはどんな埋葬方法なのかしら？その方法とは、遺体を一度土葬して再びその墓を掘って骨を取り出し、それを亀型土器に入れて再埋葬するものだ。なんでそんなことするんだろう？考古学ではそのように埋葬された墓を、再葬土器棺墓と呼んでいる。国道4号線東バイパスくぐり坂トンネルの上に3の峠遺跡があるが、昭和8年に峠の東側斜面から12個の亀系土器が石室に入った状態で発見され、そのうちの6個から人骨が発見されたぜ。一体どんな人骨だったのかな？人骨は大人のもので、しかも仮装されたものではなかったんだ。その後、西側の斜面から平石を組み合わせた石棺墓が一列になって7個発見された。このことから、遺体は最初この石棺に埋葬され、後に亀型土器に収められて再埋葬したものと考えられた。倉石村屋久島遺跡で発見された再葬土器棺内部の人骨は一番奥に頭骨があり、それを囲むように腕と足の骨が立てかけられていた。その様子は、あたかも出産間近の母体内の胎児の姿勢に似ていたそうだぜ。じゃあ、さっきの説のように、縄文人が死者の再生を望んだ行為なんじゃない？ああ、そう考えられているようだ。またこの特殊な埋葬方法は、村の指導者など特別な身分の人の死に際して行われたと考えられていて、これまでのところ青森県を中心に飽きた、岩手領県北部で多く発見されているぜ。へえ、身分が関係していたんだね。現在、日本最古のお墓と言われているのは湯の里4遺跡というものだ。北海道上磯郡支流地町にあるやつだね。湯の里4遺跡は、昭和58年に調査発掘され、約2万年前の旧石器時代の墓と考えられる日本最古の土坑が発見された。土坑は 1.1 メートル ×0.9 メートルの楕円形で、そこには赤い土が敷かれ、2点の垂れ飾りと3つの玉。打製石器の元となる石の塊や石器の材料となる石が置かれていて、副葬品を収めた墓であったと考えられているぜ。お墓自体は、2万年前から日本に存在したということだね。そして現代のお墓文化に通じる遺跡として挙げられるのが、青森県青森市にある三内丸山遺跡だぜ。現代のお墓文化に通じる遺跡とは、どういうことかしら？縄文時代から、死者と共にいろいろな品物をお墓に入れるようになった。その品物を副葬品と言うんだ。主に石の矢尻や石斧など生活の道具、土器などが副葬される。また女性のお墓には料理を作るのに必要な石皿が、男性のお墓には石斧がよく副葬されているぜ。生活の中の身近な品が多いんだね。副葬品ではなく、死者が身につけていたアクセサリーがお墓から出土されることもあるようだ。墓地では副葬品が見つからないお墓の方が多いので、副
副葬品やアクセサリーが見つかったお墓は村の中でも有力な人が葬られたと考えられているぜ。つまり、副葬品で埋葬された人の身分がわかるわけだね。そういうことだな。骨葬による埋葬は、弥生時代に入ると減少していった。その代わりに縄文時代後期頃から西日本をはじめに、体を伸ばして寝ているような形で埋葬される方法が広まったんだ。この埋葬方法は、神天葬だったね。神天葬についても体の向きは様々で、仰向けのものやうつ伏せのもの、腕をまっすぐ下した状態や胸の上に置いたものなどがある。やっぱり、地面に掘って直接埋めていたのかな。いや、掘った土の中に現在の棺のように木や石で囲われた空間を作り、その中に寝ているように埋葬されることが多くなったんだ。また埋葬場所は縄文時代と比べると、住居のあったところから少し離れた墓地のようなところに埋葬するようになったぜ。生活空間と埋葬場所が切り離されるようになったんだね。もともと神天葬は、中国大陸で用いられていた埋葬方法だ。弥生時代になって渡来人がやってくるようになったと同時に、神天葬が広まるようになったと考えられている。渡来人は日本にやってきて、いろいろな影響をもたらした。おそらく日本に来てなくなってしまう渡来人も少なくなかっただろう。そういった人の埋葬方法が、次第に日本人にも取り入れられるようになったんだぜ。そんな中で、神天葬が行われるようになった理由は何なのかしら。それには稲作の伝来が大きく影響していると言えるだろう。農耕を始めるようになったことで、あちこちに移動しなくても食料を得られるようになった人々は定住を始めた。すると人々の中でコミュニティが生まれ、同時に身分差も生まれるようになった。身分の高い特権階級の人が亡くなった時に、それまでとは違って規模の大きな墓を作って埋葬するようになったんだ。そのため初期の神天葬は身分の高い人に対して行われていたぜ。それが次第に広まって、一般の人も行うようになったんだね。また埋葬方法が伝わると同時に大陸の人々の考え方ももたらされ、結果それまでの死者の霊が浮遊するという考え方が衰退し、死者を安らかな形で埋葬しようと考えるようになったようだぜ。そんな理由があったんだね。神天葬は、渡来人が中国大陸からもたらした埋葬方法だと考えられている。そのため、渡来人が多くいた地域から少しずつ埋葬方法が変化していったぜ。じゃあ、渡来人が少ない地域はどうだったの？弥生時代以降も依然として骨葬を行っていたようだ。初期の神天葬は特に身分の高い人を埋葬する際に行っていたので、身分の高くない人は骨葬を行うことが多かったと考えられているぜ。なるほど。地域差があったんだね。また埋葬技術という点から考えると、骨葬が直接地面に穴を掘っていたのに対し、神天葬は石焼きで棺のような空間を作っていたことから、埋葬に手間をかけるようになったことがわかる。弥生時代も中期以降になると埋葬した周りに溝を掘ったり、上に目印となるような石や壺を置くなどして、現在の墓地の形に近づいてきた。権力者の墓は少しずつ巨大化するようにもなり、それが後の古墳が作られる流れとなったんだ。お墓もどんどん進化していったわけだね。また骨葬の姿勢は死者に悪い霊が乗り移って浮遊するのを恐れた人々が、死者の手足を曲げたり石を抱かせたり手足を縛ることで浮遊させないようにしていると考えられているようだぜ。当時の人たちなりに、ちゃんとした考えがあったのね。縄文時代から徐々に稲作や墓の作り方、土器の製造方法などが中国から伝わった。そして弥生時代になると、伝わった技術を用いた墓が九州地方から徐々に見られるようになり、古墳時代へと繋がっていった。以上のように、死者を埋葬する方法は時代とともに変化してきたんだ。現在でも、お墓を持たないという選択肢や、納骨しないという選択肢が増えている。確かにそうだね。今後も新たな選択肢がどんどん増えるかもしれないわね。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったら、チャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいよ。ぜひよろしく頼むぜ。最後までご視聴ありがとうございました。